にちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、超ギガプリン 3.0 を作りたいと思います。3キロですね。これはアマゾンで買いました。よくバケツプリン作ってくださいっていうコメントあったんですよ。そうで、それ今日ついに作る感じですね。なんかあっても今まで2キロくらいあったんですよ。2キロって大したことなくないと思って、それでつい 3.0 キロがあるっていうのを最近知ったんで買いました。うわ、なんかめっちゃ寂しい中身。こんな感じだった。めっちゃ端っこに寄っとる感。プリンミックスか、なんかあれかな、スプーン、大きい説明書。これなんだ、カラメルかな。まず牛乳と水を温めるみたいです。ちょっと温めていきます。牛乳はね、2リットル使います。はい、こちら沸騰直前まで牛乳1リットルと水の 700cc を温めました。ここにプリンミックスを入れます。そして粉が溶けるまでよーく混ぜます。プリンみたいな色になってきましたね。卵はこれいらないんですね。牛乳2リットルだけでいいです。そしたら型にこれを流し込みます。やけどしないようにお気をつけください。うわー、はい、この中に入りました。そしてさらに牛乳を1リットルここに追加します。カラメルミックスとお湯でカラメルを作ります。そしてこの中にゆっくりと流し込みます。そしたら蓋をして冷蔵庫で10時間以上冷やします。10時間です。なのでまた明日。じゃあね、ちょっともう10時間以上経ったんでプリンを取っていきたいと思います。じゃん、じゃあ冷蔵庫で10時間以上冷やしたプリンです。これをね、お皿にひっくり返すと出来上がりなわけです。じゃあ早速開けてみたいと思います。うん、お、あー、あー、美味しそう。あ、めっちゃ美味しそうな匂いする。固まってる。ちょっとなんか泡立っとるけど、ひっくり返したいと思います。もうめっちゃ怖い、こういうの絶対こぼすけ。え、どうやってひっくり返したらいいんやろ。こうかな。怖い、こぼす。絶対こぼす。いきます。ぐちゃ出てくるから、そこが問題ですよね。だってさ、プッチンプリンやったらさ、プッチンするところがあるけど、プッチンするところがないもん。うわぁ、出てこん、ほら絶対出てこんと思った。どうしたらいいん、どうしたら出てこん。あ、この説明書のところにプリンを繰り返すコツが載っとった。はぁ、しまった、見直しだ。やばい。わお、やっちゃった。この柄の部分でプリンを剥がさんといけんかったらしい。よし、これでいいはずです。うわ、あ、今落とした。取ってみたいと思います。うわー、できてる。でもちょっとカラメルが寄っちゃってますね。美味しそう。プルプルしとる。石の模様みたいになってる。できた。これが3キロのギガプリンです。飾り付けとかすればよかったですね。いただきます。このスプーンでやっぱりね、使いましょう。せっかくやけん、これも硬いね。なんか結構硬いですね。私はもうちょっと柔らかいプリンが好き。ゼラチンで固めたプリンって感じ。こんな感じですね。なんかでも私あんまり好きじゃないかな、このプリン。ゼラチンで固められとうとしても、プッチンプリンよりも柔らかくないし、すごい硬いし。まあでもいいですよね。3キロのプリンなんてなかなか作れないですからね。でもね、普通に美味しいです。冷蔵庫から出したばっかりやけ、カチカチなのとだいぶ冷たいんですよね。そこまで甘みも感じられないのかもしれないです。なのでメープルシロップかけてみたいと思います。おー、そのカラメルもね、寄っちゃったしね。メープルシロップの味になりました。大きさのプリンを作ろうと思ったら、こんぐらい硬くないと固できんのかもしれないですね。柔らかいと、うまく固まらんのかも。なかねえですね。だってほら、わかりますか、硬いっていうのが。ここ柔らかかったらね、バリって割れますよね。結構ね、弾力ある感じなんですよ。
最後の一口いただきます。あ、ごちそうさまです。まあでもね、私の好きな味ではなかったですけど、楽しいですよね。これ3級のプリンとかが一気にボンって作れてね。でもあとさ、生クリームとかさ、フルーツとかさ、好きなものトッピングすればよかったんですよね。あ、これなんかエレステ30人分ですって。こういうね、大きいプリンを作れる機会っていうのはなかなかないと思うんだね。楽しいと思います。興味のある方はぜひ作って食べてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。